まあでもそういうちょっとまあ言っちゃえば過酷な、はい、環境のおかげで我々がこう仲良くなったというかさ、うん、そうですね。なんかあんまり仲良くなったとか言いたくないんですけど、アスカさんそうですよね、私らはね、うん、思ってるよね、仲良ぴですよ、え仲良ぴです、仲良ぴ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 しだろその通りです正確に私もガツガツいけたよ、ね、今だったらアスカさんと一緒にお風呂入れますよ。それは無理、ごめんそれは嫌なんでごめんマジで嫌3人でお風呂入りたいのに。でも確かにその原作のシーンでありますもんね。原作のシーンあるけどさ、あるじゃないですか。どういうことよ。でも原作読んだ時ちょっと思いました、あれこのシーンやるのかなってちょっと一瞬で全然いいって思いました。 NG 出すわ、全部 NG 出すわでもその小学校の時のなんかクラブ活動みたいなやつで、なんかねずっと楽器はやってたの。楽器やってて、でもプラスそのちょっとこう運動部とか、いわゆる一軍の人たちに憧れて、テニス部は入ったし、意外、お笑いクラブも入ったよ。珍しくないですか、すごいお笑いクラブこそ。生かされている。え、小学校にですか。してないです。こういうねお仕事をするから後にだってね、こうだってできないですよオールナイトニッポン、まあ、お笑いの人、ね、お笑いクラブが生きてるわ、はい、あったあったお笑いクラブ、珍しいお笑いクラブ、面白いですね、うん、やってた。何やるんですか、漫才とかやるんですか。そうよ、みんなで考えて、台本からですか。そう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 、小学校でですか。あったあった小学校で。M1 とか出てください、ね、あのさ本当にさ、くります私にも失礼だしM1 にも失礼だから、芸人さんに失礼だよ見たい確かに確かに来てるといいな、でも、やってましたね、はい、私でもなんかそういうの結構撮ってたんで見返したんですけど、私なんかすごい黄緑の蛍光色の、でごついスニーカーを学校に履いてってて、一人だけなんか黄緑なんですよ、こう飛んだ時の足がなんかそれ見てなんかうやってんなって思って、なんか嫌になりました自分がいや変わってないよ今も。変わってないですか。だってなんかね、え黄緑、私リュックも黄緑だったから、カメムシみたいな、すごいねすごい、そうなんです、昔から独特なセンスなんだね。そうです、夜でも惹かれるように、安全安全、なるほどね、ホタルでした、ホタルでしたうちの地元のホタルでしたホタル、変わってんな、あっちまですね。どうでした、あっちまだった、あっちまでしたよ、あっちまだったね。もうアスカさんのまぶたが半分ぐらいしか開いてないですよ。ネムムが来たわかわいい、ね、あえかわいい、かわいい、あっかわいい先輩なんですけど、ね、思い返せよ君のこと。